はい、どうも、皆さん、こんばんは、モッティです。よろしくお願いします。ポケモンオーラスシングルレートシーズン11。なかなか勝てないですね。なかなか、かなりね、苦戦をずっと強いられてるわけなんですけど、ちょっとまたパーティー変えました。ドランを入れます。で、ドランをメガネドランで、まあ今まで通り運用していくんですけども、一応対ドラン用ですね。対ドラン用にね、1匹入れてたんですけど、とあるポケモンを。なかなかドランが出てこなくて、試する機会がなくてね。ちょっとまあ安定志向でドランを入れようかなと。で、まああとは印パルですかね。ちょっとタイプ相性を鑑みてっていうところで、いこうかなというふうに思います。まあ若干電気の一貫性が生まれつつある今日この頃なんで、まあ左下がガブリアスに変わってても、あんまり特に何も言わないでください。なんか、いやー、イジハチガブの方が、なんかガブの方がなんだかんだ使い勝手がいいですよね。でもガブに回帰するってことは、つまり多分そのパーティーはパーティーとしてなってないので、多分ガブじゃない方がいいんだろうな、みたいな。1544ですよ。いや、ほんとね、勝てないんですよ、このパーティー。なんなんだろうね。なんでこんなに勝てなくなっちゃったんだろうっていうぐらいさ、全然勝てないんですよね。対戦お願いします。なんでこんな勝てないんだろうね。不思議なんですけど。はい。ガブガルアロー。まあ、あれですね。こういうパーティーはとりあえずしっかりカモにしなきゃいけなくて、まあでもこれはでも大体そうですね。もう決まってますよね。これでいいんでしょ？スイクン見て、ガルガブ見て、いや、だったらクチートじゃない方がいいかもしれない。クチートに打点そんなないね。したら、ドランあたりから入る。ドランあたりから入って、で、スイクンの様子を見て、スイクン出すみたいな。あ、いいんじゃないですか。わりかシンプルに決まりましたね。ガルガブが出てきたらクレセバック、で、アローが出てきたらぶっこんで、で、右3体だったらドランで見えますからね。で、スイクンが来たらボルトバックで。いいんじゃない？これ、ほんとだなぁ。なかなかね、落ち着かないね。まあ、シーズンまだね、9月の10いくつですからね。でも8月になっちゃったもんな。8月になっちゃったんですよね。もう4分の1過ぎたんですよね、今シーズン。全然固まってないんだよ。クチクレス以外さ、ぐっちゃぐちゃなんですけど。全然固まらないんだけど、これは。みんなさ、こういう時ってどうやってます？軸変えます？対戦お願いします。なんかこう、新しいパーティー使おうってなって、2、3週間ぐらいずーっとぐっちゃぐちゃで、もう、とっちらかってる状態になっちゃって、全然レート上がらないっていう時って皆さんどうやってます？いや、非常にね、悩ましいですよね。まあ、とりあえず出しがち。で、まあ、ここは、メガネ目覚めるパワー地面とか持ってないミニフィアだったら基本引っ込んでくれたい面なはずなんですけど、どうですかね。眠かごとかの線も考えて居座んのかな。居座らないね、さすがにね。アローだったら落ちるよ。スイクン、はい。まあ、スイクンだったら何打ってても一緒なんで、まあ、とりあえずいいよと。どうするかだよね。本当にメガヘラに戻そうかなっていう。メガヘラに戻して、なんか環境、で、あとね、もう一個わかんないのが、今、まだあんまり上位のレートに、入れてないじゃないですか。全然じゃないですか。だから環境がわかんないんだよ。環境どうのこうのっていうレベルまで達してないから、環境メタってもあんま意味ねえんじゃないかみたいな。というか、そもそもこのシーズン11の環境って何って感じなんですけど。全然わかんないんですけど。あ、ボルト投げる。ネット、はい。で、相変わらず10割やけどきついっすね。でも引くだろうな。いや、引くだろうとは思っても、でも10万ですよね。まあ、ワルダ組んでもいいか。スイク引っ込める。誰、ラス1ガブ？ニンフィー。じゃあガブはいないってことは、ラス1ガルーラの可能性が非常に高まっていく。直帰ですか。直帰ニンフィか。これはだからボルトが受け出しできなくなっちゃったんで。クレセ同トップ、あ、違う。いや、いや、いや、
違うな。したら、こうだわ。交換読み交換されたらもう負けですかね。クレセでぴょんぴょんする相手は間違いなくボルトになるんですよ。で、ラス1が、まあ、ガルでしょう。まあ、ガルでしょう。まあ、ガルでしょうね。うん。あそこの電気技分かってて、ガブ、そうですね。まあ、アローの線も若干あるとは思うけど、まあ、ガールでしょうね。こう悩むね。まあ、普通、どうなんだろうな。アド取りに行くんだったら、ここは、あれですけどね。動かずにそのまま突っ込んでくるが正解ですけど。はい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 。ここですよなぁ。直帰って分かっちゃってる以上、この瞑想は積んだところで交換でしょ？実際。まあ、だからっつってなぁ、第一、まあ、でも第一打つしかないんですよね。結局のところ言うと。まあ、直帰で瞑想、あ、直帰ないのか？じゃあ、直帰じゃなくてじゃああんだけ入んないの？そうだよね。直帰じゃなくてあれだけしか入らなくて、じゃあだいぶ D に振ってるのか、それともボルトが弱いのか。いやーね、ボルトなんかね、なんか最近のボルトに対するこう信頼感の薄さっていうのは半端ないですよね。いやーラス1見えてない状態でクレセ捨てるのはないよなー。いやーもうここは突っ張るか。いや、いいでしょう。アローだったら、まあ、アローの方によりけりなんだよね、実際。うん、ネット、はい。一発は耐えますよ。いや、際どいなぁ。これでも押し切れない？ 97?180?100?194? まあ、乱数の中に入ってそうですよね。5ぐらいだったら全然前後しますよね。はい。ネット、さあ、乱数はいかに。乱数ある。オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえず、なぜかドランで水君を突破していくっていうね、謎現象ですよね。まあ、1500台特有の何がしですよね。もう意味がわからないやつ。ラス1だ、大丈夫、ラス1。いや、ガルーラだったらもうそんな感じだし。ガルーラだったらあれだし、209ガルーラでもまあいけるし、ガルでしょ？ガルガルガル。大丈夫大丈夫。まあ209ガルーラだったら最後ボルトで上から殴れれば勝ちなのか。いや、電磁波巻いてドランで行くのが一番いいのかな。あ、でもそんなことないか。不意打ちされると、それはそれなのか。あー、209ガルーラで不意打ち持ちだったら負けですね。あと勝ちかな。あとはあれかな、あのグロパンガルのなだれなだれなだれひるみ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 かな、うん、あとは勝ったと思います。あとはね、自信スカッ。グロパン持ってない系、そっち系、猫玉グロパン。あーきたーきたー、はい、きたー、はい、来たー。はい、めんどくせーの来た、マジで。はい、19% かわし続けるだけのプレイング来たー。冷凍ビームねー。どうなんだろうね、冷凍ビーム、ガルーラってね。なんかね。あー、はい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 、どうしようかなこれ。この辺でグロパン積まれちゃうのが一番きついのか。グロパン恩返しっていう線がまああるわけですよね。グロパン積まれちゃうのがきついわけで、やだな、普通に嫌だなこれ。いやー、ちょっとどうしようもないかもしれないな。ドラン捨てでもよかったかもしんないですよね。ちょっとなんとも0B。
礼儀しかやってこない系か。じゃあ、だったら、あれじゃないの？だったら多分、これあれでしょ。普通に、よいしょ、おばひで、落ちんじゃない？冬打たないでしょ、ここ。不意打ないでしょ？ない、オッケー。はい、対戦ありがとうございました。嫌ですね。本当に冷凍ビーム、ガルーラは。本当に冷凍ビームメガガルーラは、やってらんないぜ。こんな氷で全部賄っちゃったらもう、ポケモンは終わるからな。正真正銘にオワコンとすら言われなくなるようなね、棒ゲームみたいになるからな。よし、もう一戦。いやドランの火力強いっすね。やっぱ鋼タイプって大事だな。これ左下にガブ入れたらとりあえず完成な気がするけどさ。でもガブ入れちゃったら結局なんか元のパーティーに回帰してきそうな感じですよね。対戦お願いします。まだね、1600台だからこういうパーティーと当たれるのが、まあある意味、あれですよね。モッティのポケモン実況の中ではやっぱ珍しい部類ですよね。あんまりこのレート帯うろちょろしないですからね、普段。多分4シーズン目にして初めてですよね。はい。どうしますかね。まあでも、クシード投げたいパーティーではあるけど、まあ、右上は起点なのかな？まあ、起点っぽいですよね。起点構築っぽくて。で、まあ、左真ん中とかでぶっ込んで勝つみたいな感じでしょうよね。ドラン見て、あ、でもね、ドリュは多分出てくるんですよね。あ、ドリュに対する有効度はなくないか、このチーム。あー、受かるしかないんだ。うわー。うわー、マジで。マジか。ドリュに対する有効度がない。判明しましたね、一つね。なるほど。したら、じゃあ、パルか。うん。なんか適当なところで起点作ってパルでわーってやる。はい。対戦お願いしまーす。起点作れるのかどうかわかんないですけどね。誰を起点にするの？誰を起点にするの？いや、パルじゃない気がする。やっぱ、あれだな、起点コーチこれ下手だな。チルタリス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 。うわぁ、チルタリス。メガクチーとメガチルタリス。わかんないよ。ここはわかんないよ。いや、引くだろう。いや、引いて。いや、引いてドリュでしょ？いや、引いてドリュでしょ？引いてドリュ。引いてドリュ。引いてドリュ。うん、引かないんだ。嘘。火炎ファイヤーで落ちちゃうわけ。地震でも落ちちゃうわけ。もうわかんないですよ。わかんないよ、本当に。まあ、初めてこの対面やってるんで。百何戦やって初めてこの対面やってるんで。いや、火炎ファイヤーで落ちるんだったら、へーっていう感じで経験値しますから。コットンガードだー、甘えてんじゃねえぞ。メガクチ様のじゃれつくが効果抜群。まあ、羽休め読み、剣舞読み、いや、剣舞違う気がするな、コットンガード。これさ、急所に当てる勝負とかになるわけ。これどうしたらいいん、これ。攻撃2段階落ちてるから、多分自信あれでしょ。拡散でしょ。拡散でしょ。羽休めろ。初手から撃てよ。あるんだったら初手から撃てよ。なんだそれ、もう。わかんない。わかんない、マジで。ひどいわ。これ捨てていいわけ。もうこれ勝てなくないか。不意打ち急所。いや、捨てていいのかな。なんか捨てちゃいけないような気がしてならないんですけど。やめた方がいいよね。パル、モンジ。いやー、わかんない。
不意打ちで、いや、落ちないわな。6段階の2段階だから4分の3だから、勝てないもんじ、かわし。よし。かわしたところでなんだよな。いや、結局言うてさ、敗北。落ちるくない？落ちるんじゃねえって思うんだけど、無理だよね。もうダメだ、マジで。勝てない、本当に。もうどうしようもない。マジで。もう何もできない。もう訳がわからない。ひどすぎる立ち回りが。もう経験値のなさってこういうところに現れるんだろうね。跳ねやすね。いやー。メガチルタリス強いなー。強いなー。今の選出で結局何したら正解だったんですかね。選出がそもそも違う。こんなもんでしょ？ D。まあでも相手のね、そう、相手の C が上がってないからまだ多少クレセで見れるでしょう。見れないか。無理か。はい、棒。ある程度、違うな。どうしよっかな。なんか、8324でしょ。なんかさ、うまいタイミングで、そう、うまいタイミングでクチートにバックしても負けか。PP 枯らすしかないのかな、これ。いや、PP 枯らすしかなさそうなんですけど。マジか。PP 枯らして、枯らせないよな。多分間に合わないよな。ハイパーボイスって PP そんなないでしょ、でも。急所。はい、戻るに戻る。まあ、ワンターンあるから、もう一回急所に当たらなければ大丈夫だがっていうところですけど。はい。ね。急所当てるしかなさそうかな。でも、なんかどっちかっつうとこっちの方が負け筋引きそうなんだよな。普通に耐久合戦にしたらね、向こう跳ね休めもあるしね。ハイボー。普通に突っ込んできてくれてるのがありがたいな、やっぱり。いやー、ないかな、なんか。筋ないかな、無理か。無理かな、跳ね休めの方があるもんね。跳ね休めの方が PP あるとかちょっとふざけんなんですよね、正直ね。いや、無理そう。これ無理そうだな、1、2、3、4、1、2、3、4。その急所はマジでいらない。全然いらない。D ダウンの方が大事。なんで急所より D ダウンの方が引きやすいのに D ダウン引かないかですよね。で、諦めない精神も大事だけどね。そっか、だから、クレセ、そうだな、チルタリス見たら、チルタリス見たらヒードランを投げると。前のパーティーチルタリス出てこなかった。引っ込めんのここで、ガモス。負けじゃないじゃん。そしたら負けだね。なんか、分からせに来たね、向こうがね。体ありだな。わかった。じゃあトリックルームしてピョンピョンして、あとはさざめく。耐えない耐えない耐えない耐え耐える耐える耐える。やっぱクレセだな。やっぱクレセリアだな。やっぱクレセリア以外ないですね。タスキなんか考慮しません。タスキなんか考慮しません。そう、最近ね、とあるね、生主の方見つけて、クチートにね、エッジを入れてる人がいたんですよ。エッジを入れてる人が。こういう場面？これピンポイントじゃないのかな。割とね、割とでもさ、岩技ってあったら重宝するんだろうなっていう。ね、あの、炎の牙じゃなくて、エッジなんですよ。
これ何したらいいの？文字交わす。文字交わす。じゃれつく。大文字2回交わす。じゃれつくで倒す。じゃれつく、じゃれつく、じゃれつくで勝ち。勝ってないですね。悪あがきですね、ただのね。ただの悪あがきだな。そもそも放射だったら負けだしね。はい、風、あいー。いやー、経験値が足りない。ごめんね。本当にあと3週間ぐらいこんなバトルになると思いますけど、動画になると思いますけど、もうちょっと待っててください。本当に。経験値今必死に貯めてるんで。対戦ありがとうございました。また明日のパートでお会いしましょう。